どうも、よっぴー TV のひろです。みはちんです。今日は、はい、いつもと違うところでちょっと撮影してるんですけれども、はい、あの以前、みほちんの美の秘訣に迫るみたいなあの動画を出したんですけれども、はいその美をね、キープしてもらいたいと思いまして、はい美顔器を今後使っていこうと思うんですけど、はい、こちらの商品をちょっとね、紹介したいと思います。はいロックリーンプレミアムっていう美顔器なんですけど、はい、これ結構優れもので、うん、ちょっと軽く、機能も説明していこうと思うのね、はい、ちょっと見ながらだけどねまずねウォーターピーリングモードあそうそうそう機能が5個あるおーすごいね1個で、うんうんうん、そうそういい美顔器でしょ、はい、1個がまずウォーターピーリングモードっていうモードがあってほうほうほうあ先に5個全部言うねで2個目がクレンジング洗顔モードこれはあれだね汚れを落とす感じそうだねで次保湿美顔モードおー保湿ねそうそうそう、はい、そしてパッティングモードっていうのとパッティング、ね、リフティングモードっていうのがあるんですね、うん、はいでそれぞれについてちょっと説明しようと思うんだけど、はい、もうそうだねクレンジングモードはあれだね毛穴の汚れを洗浄してきれいにしてそう肌荒れニキビを予防おでこれすごいのが毎分、うん、約1分間につきってことだよね150万回の超音波振動すごいすごいよねすごいね数えきれないよね、うん、でそれとは別に毎分約 1.68 万回の微細振動っていうのもあって微細振動そう、まあ、とにかくめちゃくちゃ震えるらしいでそれで、うんまあ、その振動が早すぎてその例えば水を垂らしたらその水がちょっとねミスト化しちゃうぐらい、すごいよねすごいでそれでミスト化する感じでその汚れもそのまま取れるんだってなるほどねそう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 、まあ、そういうモードもあるし、はい、保湿美顔モード、うん、これはねその化粧水とかあるじゃん美容液とか、うん、その美容成分を角質層まで効率よく浸透させてくれるのなんかこれからの季節やっぱ乾燥するからさそうそうそう大事だねそうそう、うんうん、これでなんかもう深いとこまで美容液がいけば若々しい肌は続くんじゃないかとおプルプルにそう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 そしてパッティングモードとリフティングモードおーこれはねあの肌の水分と油分をバランスよく整えてくれるみたいなそうなんだでなんかねこのリフティングモードっていうのはその表情筋も刺激を与えてくれるらしくて、でそれでなんかそういう引き締めとかこうリフトアップっていうの効果があるみたいなもう大事だねやっぱほうれい線とかね出てきたらねそう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 大変だからそうそうそういうちょっとね1個で5つのモードがあるこちらの美顔器を実際に今日使ってみたいと思います、はい、使ってみましょうはい、はい、それではちょっと使ってみましょうかはいはいそれじゃあ使っていこうと思うんですけどはいこっちに使ってみてください、はい、なんかここすごい金色で綺麗だけどなんかここの部分が、うん、なんか金メッキで、うん、なんか肌にいいらしいんですよねああこのそう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 ピーリングヘッドって言われてる部分ここそこ肌にこう当てるとこ、うん、がすごい金メッキでいいらしいですでそれでさっきこのピーリングヘッドの部分がすごい回数を振動するって、はい、僕言ったんですけど、うんはい、それがじゃあどれくらい本当にすごいのかっていうのを、はい、水を一回かけてみてそれが振動が早すぎて、うん、ミスト化するので、うん、それをみんなに見せたいと思いますはいお願いしますでもスイッチをしてますはいいくよ、うん、はい、で今このクレンジングモードを使ってみたんですけど、うん、ここにつけて、うん、なんかちょっとこれ濡らして、うん、顔に普通に自分の好きな洗顔料つけて、うん、こうウィーンってやったんですけど、うん、すっごい取れた気がしたそうなんか汚れはちょっと見えなかったけど、うん、なんかねその流した後に、うん、なんかツルっていうかなんかザラザラ感がないっていうか、うん、すごいツルツルになって、うん、すごいいい感じだったそうなんかね汚れがすごい取れるみたいなの、うん、でじゃあ実際にどれぐらい取れるのかっていうのを、はい、見せようと思うんだけど、はい、油性ペンを使って、はい、それをちょっと落ちるところをちょっと今取りたいと思います、はい
はい、じゃあ今これ油性ペンなんですけど、うん、これをちょっとここにつけて。おお、油性は落ちないからね、水じゃ。ちょっと怖いんだけど。え、いい？書いて。いきます。おお、そんな結構ざっくり結構いったね。じゃあこれを落ちると信じて。そうそう、これはあの本当に油性のペンなので。はい、はい、じゃあそれに石鹸をつけて。そう、まずこの石鹸を泡立てて、うん、この泡をちょっとまあここに乗せます。はい、で、そしたらこれをね、うん、あ、ここだね、濡らすんですよ。ヘッドの部分に、はい、そのさっきのその洗顔クレンジングのやつをつけたわけね。そうそうそう、この紫のやつが、うん、で、こうやって濡らします、うん、はい、で、このクレンジングモードっていうのにして。これだね、今光ってるところがクレンジングモードです。ここが振動してると思うんで、うん、いきます。はい、ぐらい落ちました。超目立たない。あ、本当？本当に目立たない。うんうんうん、これちょっとすごいよね。うっすら血管かどうかみたいな感じで。そう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 、そのちょっとなぞってもらっていい？その黒い線。そうそう、ここです。そう、そこにちょっとうっすらあるんだけど。でもこれ本当に 1,2 分ぐらいしかやってないから。油性ペンがここまで落ちるってすごくないか。そう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 、だって普通の洗顔なんかメイク落としとか使ってるならあれだけど、普通の泡でこんなに落ちるのはすごいと思う。すごいね。ね、ちょっと逆のアングルから撮ります。はい、これもう薄すぎて血管の方が目立つ状況油性ペンがこれはすごいでしょ。うん、すごいね。結構がっつり描いたから。うん、はい、次に保湿美顔モードを使います。ゆうちゃん、おでこになんかついてるよ。ちょっと化粧水するからさ。あ、そうかそうか。ちょっと、あ、オッケーオッケー、はい、じゃあ使っていきましょう。はい、じゃあまず、うん、こうまあ化粧水とか、うん、まあ、自分が好きな化粧水をちょっと顔につけます。はい、で、顔にもやって軽くつけて、うん、顔全体をちょっと湿らせる感じでつけます、うん、これあれだね、フェイスマスクでもいいって書いてあったね。あ、そうだね。マックとかでもいいんだろうね。うんうんうん。で、つけたら、うん、これのモイスチャーモードに設定します、うん、で、うん、この、なんて言うんだろう、斜めになってる方を肌に当てて、うんうんうん、あ、滑らせる感じ使うね、うん、お、なになに？あ、なんかちょっと怖い。なんで？電気が来そう。嘘。結構濡らした方がいいかも、これ。あ、化粧水で、うん、もうちょい濡らしていい？あ、いいよちょっと怖かったで、ちょっともうちょっと濡らします。はい、でとりあえずここを濡らして、はい、で、やります。はい、いきます。おお、こうやって下から上にね、ほっぺは。うんうん、あ、すごい、なんか化粧水が弾かれてる感じが。嘘。ビリ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 ってする。もう こっちまで聞こえるよ、うん、あ、なんか、お、なんかビリビリした音が聞こえてくる。うん、なんか痛いってわけじゃないけど気持ちが痛くなる、なんか。で、あと鼻、うん、鼻は上から。いや、ピリピリするの？いや、ピリピリしないけど。しないの？でも多分化粧水がなかったらしそうなイメージ。あ、そうなんだ。こうやって、わ、すごい、ミストが目に。あ、飛んでくる？すごい。聞こえる？なんかこれですごいなんかね、その化粧水とか美容液が奥まで浸透するんだってよ、うん、へー、ちょっと怖いです。ピリピリくるから？なんか音も怖いし、うん、ちょっとまあちょっとだけピリってくる。うん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 。え、なになになに？待って、すごいムチムチなんだけど。あ、そう。え、ちょっと、あ、ほんとだ、ペッタペッタペッ
タペタペタペタっていうのかな。え、待って、すごい保湿されてる。うん、これされてるね。これまだ化粧水だから、うん、クリームとかじゃなくて化粧水だけなんだけど、うん、クリーム塗った後みたいに、すごいね、ポロンポロンってしてる。え、これすごいわ。え、じゃあなんかすごいいいね。え、すごいよかった。しかもなんかこれさ、うんうん、ちょっとこうコンパクトだから、うん、ね、手のひらサイズみたいな、ね、コンパクトだからすごい出先とかでも使いやすいよね、うんうん、家にいなくてもね、持ち運び楽だし、全然軽いし、すごい、うん、で別にケーブルとかもないしね。そうそうそう、充電式だから、うん、もうこうやって どこででもこうやってできちゃうから、うん、いいかもしれない。いいね、うん。はい、ということでみほちんに、はい、この美顔器を使ってもらいましたけれども、はい、うん、これをみほちんね、ずっと使っていってもらおうかなと思っています。はい、これってあれだよ、俺も使っていいんでしょ。あ、どうぞどうぞ。ね、うん、どんな効果が現れるんでしょうか。ね、ツルツルになったらすごいよね。面白いよね、うん、それはそれで、うん、で、これがじゃあ一体どこで買えるのかっていうのも伝えようと思うんですけれども、はい、この美顔器はザ・ビューツールズさんのロッククリーンっていう美顔器なんだけど、はい、そのザ・ビューツールズさんの公式オンラインショップでまず買えます、うん、あとはアマゾンとかビッグカメラ、はい、ラオックス、エディオンなど、そういう場所で、購入できます、はい、で、まあ、参考までに一応そのアマゾンのリンクは下に貼っとくので、はい、気になった方は見てみてください、はい、ということで、まあ、今回はね、美顔器の紹介をさせていただきました、はい、どうもありがとうございます。それではヨッピー TV でした。